低空飛行の大山が心配、お情けで複数年定時とかあるかいな。実は7月は前川より売ってるんよな。勝負どころで打たんとな。何のために4番に座ってるんや。このまま低空で最後まで行ったら大山の契約どうすんだろう。お情けで複数年定時かな。かなり印象は良くない。優勝させたら文句ない。個人成績はひどすぎるけどな。見栄えが良くないんよな。今年はただの不調、それとも劣化始まった？さすがに劣化は早すぎる。去年の全試合出場の代償かな。何にせよ大山はやってくれなきゃ困る。困るどころか優勝は無理。勝負決めるバッティング頼むわ。